マハー・ティーラ・ウンタは、ビルマの文人、僧侶。マハーラ・タターラと共に、インワーサの時代における二大詩人として知られており、植民地時代以前のビルマにおける最も、偉大な詩人の一人である。継承である、シンを加えて、シン・マハー・ティーラ・ウンタと呼ばれることもある。幼名は、マウン・ヨウ。マハー・ティーラ・ウンタの遺骨が埋葬されているサガインの、シン・ミャ・シン・パゴダ1453年。 ティーラウンタは、ビルマ中部の岩で川東岸に位置する町である、タウンドインジー北港にて生まれた。幼少期は地元にある僧院にて、高僧から古典文学を学んだ。しかし、文人が少なかったタウンドインジーの環境に不満を持ち、30歳の頃、王と院祖へと上京した。上京後は、当時の国王から皇太后で迎えられ、パーリ仏典といったパーリ語の仏教文学などを、 中心に古典に精通した。1502年から現存する最古のビルマ年代記であるヤザウィンギャウを執筆した。1518年に陰話にて没した。65歳没。ティーラウンタは陰文の一形式であるピョの作者として有名である。主なピョの傑作として中世文学の理想的なスタイルであるとされているソダウンカンピョや 仏教説話の抜粋をもとに書かれた、至る悲願編、悲願編などがある。ティーラウンタは、ぴょの他にウっドも執筆した。特に、パーリ語からの翻訳で作られ、ネハンに至るまでの修行の過程を書いた、悲願への道、または、悲願道物語は、ビルマサイコの三文であることで知られている。さらに、19世紀に作成された、三蔵子伝には、 テーラワーダ仏教の聖典解釈の指針書である、道論の古築語訳の作成に取り組み、完成させたと書かれている。ABCDEFGH シンマハーティーラウンタとは、コトバンク。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、日本大百科全書。2020年11月4日閲覧。ビルマ文学とは、コトバンク。 ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。2020年11月4日閲覧。ABC スミス、デビット、ザカノニン・サウスイースト・アジアン・リテラチュア、リトラチャース・オブ・ビルマ、カボチャ、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリップンズ、タイランドベトナム、ラウトレッジ。 ISBN 978から1から 136816123ABC 古山県一、ミャンマーで作られたネティパカーナの注釈文献並びに畜語訳について駒沢大学部教学部論集第44号2013年10月31日355から357ページ一瞬0389から 990X レオン、誤解 コネクチングディステンシングサウスイーストアジアチャイナインスティチュートオブサウスイーストアジアンスタディーズ p117 isbn 978-9812308566 https://books.google.co.jp/books id= イコールユーンスビームレイローマックプリントセックイコールフランカバー &dq= イコールイスブン 9兆7898億1 97, 98, 230万8566 HL イコール JA サイコール X ベドイコール2アクジナナドレクトロサーハジズベハベクサークックロクエウィホーカーコグ V イコールオネパゲ and Q and, F イコールフォルス2020年11月5日閲覧。ありがとうございます